302室5名。よし。303室番号 1、2、3、4、5。 はい、おはよう。おはようございます。303室5名。303室5名。よし。303室番号1、2、3、4、5。はい、おはよう。おはようございます。点検終了。はい、B です。配色係の受刑者が食器の蓋のペンキの色で A と B を区別して各房に配る。はい、B です。はい、B。はい、B。立ち仕事の人が赤の A で、座り仕事の人が青の B だ。A 当食の方が飯の量が多いのだった。はい、B。はい、A です。はい、B。A だよ。A。はい、A。ここ北海道の日高刑務所では、朝食は午前7時。5匹は喜んで餌にありつくのだった。米七に麦三のご飯、玉ねぎと切り麩の味噌汁にマグロフレークと金時豆の佃煮。しかしまあ、毎日毎日忘れもせず飯をくれるもんだよな。まったく悪事を働いたのに、こんないい生活していいのかな。こんなんじゃ張り合いがありゃしね。ああ、しかしこのうまい麦飯だけは食わずにいられん。金時豆、甘いからビューだね。ああ、甘納豆洗面器いっぱい食いたし。午後4時40分夕方の点検は扉を開けて行われる。303室番号128番、222番、124番、134番、122番。よし、お疲れ様です。はい、ご苦労さん。303室5名。よし。それが済むと午後4時50分すぐ配食が始まるのだった。はい、次、春雨スープ。春雨スープ。お、今夜の春雨ビューだよ、ビューだよ、ほら。お、すっげえ。お、春雨が山盛りだ。お、これあたり、でっかい肉が入ったよ。おー、ビューだよ、ビューだよ。あー、すげえ。朝早くから車洗ってピカピカにしてさ、ふと見るとちょっと汚れたところがあってね、綺麗にしてさ、チラッと視線移すと、あ、ここも汚れてる、そこ綺麗にしてさ、そうするとまた、あ、ここも汚れてる、あら、こっちも、あら、ここも、あ、減ってんな、もらおうか。で、気がついたら夕方になってたから。人は見たら変だと思うよね。一日中車洗ってんだからさ。笑っちゃうっしょ。そっち醤油。異常に集中しちゃうんだよね、シャブ打つと。やだね。あ、もっと浮いちゃったの。あ、もっと早く浮きなればこんなの1分以内で食えるよ。ほんと早いんじゃないかい、小屋は。自分で注射する姿ってすっごく汚いよね。汚い汚い。今度やったら本当に家庭崩壊しておしまいだからね。
てやってさ、もうギンギン。あんた本当に辞める気あんのかい。いや、今度こそ本当に辞めないと。娘高校辞めて働いてるから。失ったものはでかいな。正月が来るといいな。うん、まいもんがたらふく食えて。羊羹が出るって本当かい？出るよ。去年は甘酒とマグロの刺身が出たけど、今年出なかったの。大晦日の夕食はおせち料理が出るぞ。エビフライ、チキンフライ、鮭切り身焼き、羊羹一本の半分、鯛練り、卵焼き、ニシン昆布巻き、漬物、ヒレカツ、白米ピラフ、春雨スープ、みかん袋菓子、盛りそば。ここに来て生まれて初めて年越しそば食ったな。豚肉とさやえんどうと丸餅2個の入った雑煮、酒缶、磨きにし餅も食い出があってうまかったぞ。おせち料理も食って苦しいと思ったらすぐ昼になってな。お袋に月に茶碗蒸し奈良漬け、白米パインジュース、いいなあ。白米、シューマイ、アジフライ、リンゴと馬に、食って食ってもう何も思い残すことはねえと感じるよな。白米、桜エビ、佃煮、コウナゴ佃煮、サンマ缶、ネギと卵の味噌汁。コウナゴと桜エビは甘くてな、口の中の甘さが消えねえうちにもう昼になって、また甘い菓子が出てよ。袋菓子羊羹、なます大根人参、卵豆腐、きんとん、牛丼、オムレツ、あべかわ餅、牛肉の大和煮、フルーツサラダ、白米、マグロフレーク缶、赤貝の佃煮、おふの味噌汁、エビチリ、イカ缶、中華丼、ヤクルトミルミル、いい、白米、とんかつ、なめこ汁、フルーツヨーグルト。もう体中が甘くなってな、これ以上は食えねえと思っても死ぬ気で食うんだよ。俺なんか正月3日で4キロは増えたべ。いいなあ、もうちょっとの辛抱だな。待ち遠しいなあ。うわ、どうだいあれ。具合が悪くなんだ、あんまり食いたくて。あなたの分は取ってあります。天使のお目当て。今日はパンが食える。みんな指折り数えてこの日を待っていた。嬉しい日だ。パン食は毎月6回昼に支給される。その中でも今日のパン食は6回の中でも特に待ち焦がれていた最高のものなのだ。食堂全体に満ちているフルーツの甘い香り、ギトギト光るマーガリンや小倉小豆の上を妖精が華麗に舞っている。喫食始め。いただきます。マーガリン、さいの目に切ったリンゴが入ったフルーツに甘い甘い小倉小豆。マーガリンと小豆を混ぜるとまた味がひとしお増すというものもいる。ガキの頃生まれて初めて食った生クリームパンよりも
学校帰りに食った揚げたてコロッケよりも何百倍も何千倍もうまいのだった。しかしなぜこんなものがこれほどうまいんだ。うわ、うまい。醤油がぴったり合ってものすごくうまい。朝食が済むと免業日はゆったりする。163番、米村集会。はい。いいなあ、いいなあ、いいなあ。さて、アマシャリ食ってくるべえか。二級者は毎月1回、三級は1ヶ月おきに集会があった。集会では菓子を食べ、缶入り飲料を飲みながら映画を見るのだった。124番、田辺集会。はい。はい、進め。集会への往復は足踏みしなくてもよかった。窓からほんの一瞬遠くの山が見えるのだった。冬が近づけば白くなり、夏が近づけば青くなって季節が移るのを知らせてくれるのだった。
どうだったどうだったどうだった。よかったよ。歌詞は何だった。アルフォート。やっぱりな。いいな。まだ口の中に甘い余韻が。いいな。いいな。飲み物は何だった。コーラ。いいな。いいな。お茶。お茶。あったかい。懲罰房の方が雑居房より生きやすく、毎日が充実していて楽しいというのはどういうことなんだろう。風呂は一番風呂だし、新聞まで読めるんだからな。ここに来られてよかったな。なんだか自分の受刑者生活の中でここが一番の思い出になるような気がするな。